大東健託、いい部屋ネットレディス最終日、21日、福岡、ザクイーンズヒル GC イコール6505ヤード、パー72、単独首位で出た川崎春香、21、イコール村田製作所イコールが8バーディー、ボギーなしの64で回り、 ツアー制度が施行された1988年以降の72ホール最小スコア記録を読んだ更新する通算28アンダーで優勝。2週前のミネベアミツミレディスから2戦連続部位を達成した。66で回ったパリゴリン代表の山下美優、22イコール加賀電子イコールが4打差の2位。ホステスプロの佐久間明かり、21。 イコール、大東健託イコールがさらに2打差の3位に入った。写真、振り袖姿を披露した川崎春香。壮絶なバーディ合戦を制した。川崎がツアー記録を読んだ更新する通算28アンダーで2000連続 V を達成。表情を緩めた。こんなに伸ばすことができたのは初めてなので、すごく嬉しい。単独首位で出た最終日。前半で後続に並ばれたが、 勝負強さが光った。13番、パー4、で6メートルを沈めて混戦から抜け出すと、15番、パー4、から3連続バーディー。この日6バーディーと好調だった山下美優にに4打差をつけ逃げ切った。レジェンド、の一言が強さの源田。5月の、ブリジストンレディス、の座談会で宮里愛さんと初めて会話。もっと自分のことを知る、という金言を授かった。 6月のアースモンダミンカップから2週連続で最終日にスコアを落とした経験から、スコアを意識するより、目の前の一打に集中する方が合っている、と分析。自ら現役時代の宮里さんが頻繁に口にしていた、目の前の一打に集中、という境地にたどり着き、そこから2連勝を飾った。優勝を目標にするより、目の前のことをコツコツやるスタイルが合っているので、 崩さずに行きたい。究極の思考法を手に、川崎の快進撃は続く。鈴木和樹。